どうも、エルザレットです。ウィッチャー3ワイルドハントやっていきましょう。ウィッチャーエルザやっていきたいと思います。久しぶりですねああね、あまりにも久しぶりすぎてやべえなという感じではあるんですが、まあまあ動画としてはね、再生リストにあるんで、以前気になる方は見てください。で、今回はその森の貴婦人たちですね、家庭の事情がちょっと途中までなんですが、切り上げて森の貴婦人の方やっていきたいと思います。さあ、子供と話すということなんで、子供と話しましょう。ちょっとね、操作も思い出しながら。で、なんせね、丸と×ボタンが逆なんでね、海外のゲームになるとね。さあ、あら、これはアイテムはない。さあ、子供にさっさと話して次行きますか。話す。ここはあんたの来るところじゃないよ。その子と話がしたいだけだ。ダメ、許さないよ。どうせ何も話さないよ。ばあちゃんが嫌がるし、ジョニーは作り話だし、それによそ者は子供をさらうんだろ。どこに行けばジョニーに会える？どこにいるか教えてくれ。ジョニーは作り話だよ。出てって、出てってよ。さあ、そうだね。どうにかして老婆から話す方法を考えないといけないわけだね。まあ、ちょっとちっちゃい子たちに話そう。どうしてジョニーのことを話したくないんだ？あの子が知ってるならみんな知ってるだろう。仲がいいのはあの子だけだよ。一緒にキノコとか取りに行くんだ。でもばあちゃんはジョニーは作り話だって言ってる。ジョニーに会ったことはあるか？ジョニーと会ったことはあるか？もちろん、この子とよく似てるの。どうして作り話だと？おばあちゃんがそう言うから。おばあちゃんは何でも知ってるもん。なるほどね。おばあちゃんにひどいことをされているのか？おばあちゃんは優しいか？言いたいことはされてないか？全然。悪さしたら泣いちゃうの。すごく心配してるの。よく子供がよそ者にさらわれていなくなるんだって。さらわれるか、それもちょっと気になるんだよね。お友達は森へ行くのが怖くないのか？ジョニーと仲良くしてる子は怖いもの知らずなんだ。違う、ただバカなだけ前に裸でアリ塚に座ったしな。でもジョニーと遊んでるよ。ばあちゃんの言うことを聞かないで森へ行ったりしてる。カタツムリも食べるのよ。なかなかやな。助けてくれないか。危ない目にあってる。ジョニーの友達と話せるようにおばあちゃんを家から遠ざけてくれ。わかった。でも返しはしてよね。かくれんぼして遊んで。おばあちゃんは足が痛いからってかくれんぼしてくれないの。かくれんぼあー、やりか。よし、探してやるから隠れてごらん。見つかったらジョニーを知ってること話をさせてくれよ。簡単にはいかないってのに。黒の軍団から隠れたことがないのね。目を閉じて大きな声で数えて。手と足の指全部だよ。1 これはこれでちょっと新鮮だな。ゲラルド20。さあ、もう一回見つけてやるぞ。ええ、ウィッチャーにかかればね、速攻で、速攻で見つけてやる。だいたいね、感覚使えばね、足跡見えるからね。ほら、いた。見つけた。それは内緒だ。
も比較的、あ、アイテムは全開俺取ってるのか。さあ続いては、あ、足跡、で、外に行ったか。いたね。ほら、見つけた。見つかっちゃった。さあ、二人目。こっち側の足はやっぱそ、ああ、やっぱ裏にいる感じだね。さあ、どこに行った？いた。見えたぞ。出ておいで。見つかるはずがないっていう。まあ、そうだね。子供は絶対が好きだよね。まあ、残念だが。上か、考えたね。ってことは、中から、でも登れないしな。この子は離した。ってことはやっぱり今の登らないといけないのか。こう置いて、やっぱ上だよね。あ、いや、いるか、その藁の中か。ああ、飛ばすか。おろ、あ、いたいた。普通に話したね。みんな見つけたぞ。ずるしたでしょ。でも手伝ってあげるよ。小屋のそばでみんなと相談しようよ。みんな見つけた。ではジョニーの友達と話をさせてくれ。いいよ、約束したもんね。まあ、ウィッチャーに挑戦しかけたのが間違いだね。屋根が蜂にケツを刺されたよ。母ちゃん、早く。怖がらないで。何も知らないよ。何もしないから。ばあちゃんは用事で忙しい。何を怖がっている。話すのが怖いのか。怖くなんかない。怯えてるじゃないか。怖くないならジョニーのことを教えてくれ。ジョニーが心配なんだ。最近ここに来なくなったし。キノコ取りにいた時彼の隠れ家を見たよ。でもばあちゃんが怒るんだ。よそ者と話すなって。子供はさらわれちゃうから。ばあちゃんもジョニーのことは心配だけど作り話だって言い張ってる。なるほどね。親はどこにいる。いや、他の子の親は死んじゃった。飢え死にしたり殺されたり。
僕の親も夜明けに家を出て森にイチゴを探しに行ったんだ。まだ全部取ってなかったから。家に帰ったら叫び声が聞こえた。それから笑い声がした。逃げ出して森の近くの茂みに隠れた。ママが叫ぶ。兵士たちが笑ってた。納屋の扉のところにパパを首がない死体を転がした。その次、いやーなかなかひどいね。十分だ。盗賊かな。さあジョニーはどこにいる。君たちよりいろいろ知ってそうだ。彼にひどいことしないでよ。作り話じゃなくて本当の人間なんだ。何もしない。よくここに来てたんだ。ばあちゃんはジョニーの歌が好きだから。キノコ取りに行った時、沼地で灰色っぽい髪の女の子を見たって言ってた。どこに行けばいい。沼地に小さな空き地があるんだ。そこに変な木が生えてる。その近くを探せばいるはずだよ。ありがとな。さあこれで情報集まったと。さあ森の貴婦人たちと、さあただ夜に行くとなかなか大変なんでね、ちょっと朝まで待ちますか。そういえばこれ難易度ってどうしてたっけ。まあいいか。多分難易度上げてたような記憶があるんだよね。さあ何に使おうかな。筋力強化、矢よけ、結構ね、この辺りも持っておかないとね。霊薬もそろそろこう使っていかないとやばいような気はしてるから。さあ全般生存方の体力、体力500でかいね。あでもつけないといけないのか。ちょっと待ってね。いや、これはちょっと様子見てやっていこう。さあ、沼地はね、いるな。アクシーでいこう。おじけづいたか。
おー、ちょっと待った。なんかいるぞ。ちょっと待ってね。久々に過ぎて。こうだね。よしよし。さあ、モンスターめっちゃいるな。いやー、銀の剣は56、60。防具修理は持ってるが、まあ多分大丈夫だと思う。足跡があったみたいだね。さあ、よっ、こっちか。こう行ってこう。さあ、調べれた。やっと調べれた。小さな足跡だ。ジョニーはここを通ったようだ。まあね、謎解き要素もあるんで、しっかりと回収しないとね。あと、ウィッチャー3は、あれだね、マスターエディション的なものが、スイッチで出るらしい。てか、出たんだっけ、もう。ドラウナー多いな。回避もちゃんとしながら。銀の剣持つかな。お、また出てきた。はい、アクシー。痛い。痛い痛い。えい。ほんとに。いやー。でも戦闘頻度はほんと増えてきたね。お、あった。こっちに続いている感じかな？さあ、こうやってまだ奥か。お、薬草は取っとかないとね。調合をねしないとね。いろいろと。お、まで続いて何がいるんだ。さあ、ジョニーを呼ぶ。ジョニー、本当に人っぽかったな。ブッカか、リュタンか。じゃあなんだ。ゴドリングか。最近じゃ珍しいな。灰色かかった髪の娘を探してる。見たか。最初からみんな話してくれ。どこで見た？何をしてた？大事なことなんだ。なぜだ？
ああ、喋れないのかっていうのはね。まあ、まず聞いてみよう。基地に住んでる子供を知ってるか。心配しなくていい。危害は加えない。ああ、なるほど。何か知ってるね、やっぱね。ここに住んでいる。居心地は良さそうだな。いい場所だ。沼地のことは何でも知ってるんだろう。ああ、そういうことね。沼地に詳しいんだね。困らないのか。対応はできるよって言ったよね。喋れないのか。喋れないのか。あ、うんうん。声が出なくなった。出なくなった。ほー。こっちにこう行って。ついてこいと。ついていけばいいのか。行くしかなさそうだな。そうだね。さあ、ジョニーについて。お、早いな。嫌な予感しかしねえな。あ、あった。素人。若干威力が下がるね。まあ、80ありゃ大丈夫っしょ。さあ、かなりいるが倒せとね。痛い痛い痛い。いやー、小攻撃強化した甲斐あるね。うい。さあ次は、あれ、ジョニー、あ、いたいたいた。あ、でもなんか、あ、蜂の巣がある。イグニにちょっと変えとこう。で、昼間はね、ライフが回復するからまだいいんだよね。食べちょこうか。20分間持つからね。ほんと美食家は助かる。ここか。あたりをよく見せてくれ。いや、崖か。声を取り戻す何かがあるのか。崖に行けということらしいな。笑うんだね。さあ、回るしかなさそうだな。そこの小屋は何だ。鍵が開かない。ただまだ、おお、おお、いきなり来ます。痛いねー。マジか。いやー、さあどうする。痛いねー。まさかね、いきなりこんな襲われると思ってなかったから、
クエン貼っとこう、次。さあ、これを登って。クエン。アクシエ貼っと、持っておいて。なんか声がしたな、今。あー、ハーピーか。ですよね。それが有効だと僕も思う。で、アクシーの強いところはその会心が出た時が強いのよ。アクシーと。よし。じゃあ、さらば。いや、まだいた。言いたいね。ワイバーン。マジか。こんなのいたの。しゃ。クエン貼っとこ。誘発体ゲット、ワイバーンの卵。いやー、ハーピーだけかと思ったらもっとやべえのいたな。さ、畳んで。いやー、ちょっと雑魚敵の勝利しててよかった。さあ、取る。封がされた瓶、カラスの羽。さあ、森の貴婦人たちとクエスト進みましたね。あとでちょっと誘発隊は見てみよう。結構ね、モンさんのさっきの誘発のやつで能力上がるんでね。ワイバーンは飛んだ瞬間石矢打つと落とせるかもしれないね。さあ、ジョニー。あ、ちょっと待った。今、キノコ。ヘイジョニー。ほら、ウイスキー、ニョロニョロ、仮面もキャラクター、ボンブルビー、びっくり仰天、うわ、素敵な響き。最高やろうね。素晴らしい言葉たちよ。ヘンテコリンなパンプキンプリン。この響きを楽しめない人生なんて、カタツムリを布に包んで味わうようなものだ。どうもありがとう、名も知らぬ親切な人。あんたに幸あれ。待ってくれ、助けてやったんだから礼をしてもらう。無償の人助けという美談をつまらん交換条件にしてしまうつもりか。なぜ声を失った？これが気になるよね。ある朝、いつものようにつぐみたちと歌合戦をやろうとして口を開けた。そしたらどうだ、何の音も出てこない。何度もやってみたが、血管が切れそうになっただけだった。おー、ということは新しく来た物知り女が奇跡を起こしてるって評判だったからな。でも村人たちが怪物だと騒いで犬まで消しかけられた。俺が怪物に見えるか？いや、待った。まあね、ここは尊重する感じだね。要は呪いをかける。友達の黒歌鳥の声のありかを見つけてくれたが、取り返す方法がなかった。カラスの友達に頼めばよかっただろ。カラスは妖婆のしもべだ。誰の頼みも聞かない。なるほどね。森の貴婦人はそっちに行く感じか。声を瓶に詰めるなんてことができるのか。声を奪って瓶に詰める？不思議な話だ。
魔法か。声を取られた張本人にもわけがわからないからね。時には森を流れるささらぎ、時には天をつんざく稲妻のようなこの声が瓶一個に収まるなんて。よほど強力な魔術だろうな。文字通り魔法のような出来事だ。では本題入りますか。灰色がかかった髪の若い娘を探している。灰色がかかった髪の娘を探してる。見なかったか。見たとも。昨日のことのように覚えてる。起きてすぐにトイレに行ったんだ。一日の中で最高のひととき、朝日を浴びて腹の中を空にする、まさに至福の瞬間。急に大きな音がしたんだ。尻からは出るはずがないほど大きな音さ。その子が現れた。どこからともなく。あんたの言う通りの娘だ。傷を負って息を切らしてた。子供たちの家の方へ走っていった。妖婆にでも追われてるような速さだったな。素敵な朝を台無しにされたから怒鳴ってやったんだが、声を失ってたからあの子には聞こえなかったろうな。なるほど、妖婆が問題みたいだね。何か知っとるか。この森と同じぐらい長く生きてて残忍で意地が悪くて関わらない方がいい。関わったらどうなる。声を奪われるか命を奪われるか、奴らの気分次第さ。嫌な連中だが、奴らなりにこの土地や人々のことを気にかけて。約束は必ず守るが、頼み事をするときは用心することだな。向こうに会う気がなければ探しても無駄なんだ。姿が見えなくて沼地で起こることはみんな見てるし聞いてるんだ。なるほど、じゃあこの状況を読んでるわけだね。沼地の村に行ったが、そこで会った女が妖婆かもしれない。お前を見て困った様子だったか。ああ、その通りだ。俺もまだ行かれちゃいないな。そいつは妖婆じゃない。孤児の面倒を見てるばあさんさ。この俺を子供たちの作り話だと言ってやがる。はあ、なるほど、もう完全にただのおばさんか。沼地を何だと思ってるんだ。生まれた時からここに住んでるのはいいところだぞ。まあ君にとってはっていう感じだね。では彼女は村の方へ向かったのか。彼女が孤児たちの方へ行ったなら、子供か世話をしているばあさんが見ていたはずだ。あの偏屈ばあさんはよそ者に何も話してくれないぞ。お前になら話すか。まあ前にも話したことがあるからなんとかなるかな。よし、恩知らずと思われたくない。ついてこい。そうだね、恩知らずにしてやってもよいいけど。さあさあ、いやー、天気もだいぶ荒れてきたね。ジョニー、もっと速く走るんだ。ハグもいるか。来るか。さあ動きを止めて一気に決めたいか。強いな、やっぱ武器がやっぱもう少し強化していきたいところだな。待たせる気だ。さあさっさとこっち来てくれねえかな。行くか。対人だとだいぶ強いんだけどね。一撃必殺がさっきのハーピーみたいに発動しやすいんで。さあジョニー行くぞ。ヒャーってな。
同じ会話だけだったな。さあ、ぼちぼち着くかな。今なら安全だ。妖婆はいない。歌いながら近づけばばあさんも驚かないさ。ジョニーが見つめる小さな火、ポンと出た火花がささやいた。あんた、声を取り戻したのかい？ああ、でもまだ1オクターブほど足りないな。家に帰ったら探してみなきゃな。ここに来ちゃいけないよ、ジョニー。ダメじゃないの。まあまあ、ばあさん、怒らないで。体に悪いぞ。そうだね。妖婆がいる場所に案内してくれ。どっちだろ、これ。知らないよって言われた。連れて行ってくれないか。悪いな、ばあさん。この男がどうしても貴婦人たちに話があるらしい。ダメ。許されないわ。頼む。大事なことなんだ。こいつは手荒な真似はしない。ばあさん、頼むよ。ヤーニャが迷子になったとき見つけてやったろ。熱が出たときも直してやったろ。見返りを求めたか。まさか声を盗まれたときでさえ少しも騒いだりしなかった。その俺がこうして頼んでるんだ。こいつを助けてやってくれ。でないといつまでもうるさくつきまとわれる。昼も夜もトイレのときもだ。貴婦人たちなら見つけられるかもしれないんだぞ。あんたにそう言われちゃねえ、ジョニー。助けてあげるわ。ああ、だいぶこうジョニーに助けてもらってたんだね。まあそういう人とかそういうのも関係ないって感じだね、この時は。ジョニーはとってもとってもいい子なの。でも貴婦人たちは違ってね、彼は汚い生き物だって嫌ってるの。はあ。タペストリーの女性は？あれが貴婦人たち。3人いるのか。美しき全能の貴婦人たちよ、どうかこの声に応えたまえ。午前にのたうつ惨めな小さき虫に情けをかけたまえ。え？なぜ私たちの眠りを邪魔するの？はあ、憑依するのか。別の誰かが話している。顔も頭も良さそうね。今までどこに姿を隠していたの？想像していた姿、まあ聞いてみようか。お前たち3人が妖婆。妖婆？そんな言葉をどこで覚えてきたの？村の女どもがまた噂話をしてるのね。はあ、人には限りがないわ、哀れな生き物。私たちが妖婆に見えて。まあ嫌味でそういう名前をつけたっていうのもあるのか。じゃあ確かめてごらん、白髪の男よ。触れてみるといいわ、好きなところをね。このタペストリーは何で、確かにそうだよね。このタペストリーは髪の毛で織られたものか。優しく触るわね。もっと褒めてちょうだい、もっとよ。なるほどね。どこから人間の髪の毛？
断髪の風習を知らないよ。この辺りの男の子は一人前の男になる時に初めて髪を切るの。はあ、そういうこと。切った髪で私たちの一人がタペストリーを織るの。横糸がまっすぐなら幸運の印。曲がっていたら、それならほどいてしまうのよ。だいぶ念がこもったやつだね。呪いを受けているのか。これは呪いか。タペストリーに封印されたのか。あら、今日の主人。私たちは呪いをかける側よ。かけられることはないわ。はあ。灰色の髪の娘を探している。あったのは分かっているんだ。どこに。あらあら、せっかちね。灰色の髪じゃない女はお嫌いなのかしら。そうだね、その女は俺の娘のような存在だ。俺の娘のようなもの、育ての親だ。美しい若い娘ならそんなの関係ある。俺には重要だ。痛いところをついてしまったみたい。よく発酵したパンみたいに感情が膨らんでいくわ。まあね、そうこなくちゃ。もう遠回しに話されるのが一番めんどくさいよね。その子はどうなった？娘に会ったことは分かっている。すべて話せ。乱暴ね。でもうってつけだわ。あなたは勇敢な男かしら。森の猛獣たちは怖い。白髪の男よ、今は辛い時代なの。同胞たちが互いに争い、地面が血で染まっていくわ。悪が地上を支配する時代なのよ。ダウンモネンの近くで人々の憎悪と拒絶を立てる闇の力が勢力を増しているわ。その怪物を倒してくれれば、灰色の髪の娘のことを教えましょう。闇の力なら遍歴の騎士やウィッチハンターの仕事だ。詳しいことはダウンウォレンの長老に尋ねるといいわ。仕事が終わったら長老から報酬を受け取るのを忘れない。今私たちのしもべは担当を持っていくわ。担当？ほう、担当です。そうだね。何を担当？何に使う？長老に見せれば私たちが送り込んだものだとわかるでしょう。何でも力になってくれるわ。ああ、ただの長老飾りか。確約はできない。さあ女、担当を渡しな。そして白髪の男よ、使命を果たすまでここに戻ることは許さないわ。かしこまりました。今すぐに担当をお持ちします。なるほどね。これを持って貴婦人たちの言いつけ通りに確かに渡したわよ。担当めっちゃ切れ味良さそうじゃん。長老からの報酬を石の上に置きなさい。へえ、それだけでいいの？石は奪う、石は知る、石は聞く。さあ、ダウンウォレンの長老と話という感じですね。まあ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 、アイテムをね。まずね、探索しないとね。いやー、まさかでもタペストリーだとは思わなかったね、相手が。まあこの世界観はなかなかやっぱ面白いよね。あー、ここに備えよってことだね。じゃあ上上がるか。
意外とね、こういうの取っておかないとね。まあでもそうだね、子供の髪が短かったのは関係ないとは思うんだけど。さあ、ミッチは想像した悪魔とは異なる実態。動物から髪の毛一本たりとも優れた存在ではなく、異形で血に植えたい変異体であり、そしてこの上を満たす際には怪物が液体のみで我慢するわけではないというのは確信が。まあ、ウィッチャーに関する処理か。今ので怪物図鑑か。ホコリタキ。まあでも、そうだね。外出て、そうだね、結構今からまた移動する感じかな。ダウンウォレン、そうだね、ここになるね。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。まあ何かとね、モンスターとか倒せてよかったなというとこですね。ただ次回はまた何やら話がこじれていきそうな気はするが、気になるところだね。はい、ということで今回はここまでとなります。いや、なかなか大変なところかと思いますね。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回ね、ウィッチャー3やっていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。そんじゃあまた。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。